はい、こんにちは。今日はよもやま話です。2月25日。何から言おうかな。マドモアゼル愛さんのね、今日のお話で、僕ぐらいの年になるとね、コンビニ行ってもね、美味しくないんですよ、食べ物が。何を食べても同じ味なんですよ、つってね。確かにそうなんですよね。何食べちゃっても同じなんですよ。なんていうかね、味がね、生きてないんですよね。生きた味じゃないんですよ。今日なんか、干物をね、焼いてから食べたけど、やっぱ食べてる時にね、なんていうかさ、磯の香りじゃないけど、磯の景色というかね、なんかそういうのあるんですよね。心にこう、じわーっとくるようなものが。でも、コンビニの食べ物ってね、同じなんです。要するにプラスチックを塩コショウして砂糖をたっぷりして最後にチョコレート味とかね、いちご味にした、そんなものを食ってる感じなんですよね。要するに添加物が入れすぎてるから食材の味っていうのがもうないんですよね。何でもかんでも混ぜ物じゃないですか。それにさ、おにぎりだってどんどん小さくなるしね。おにぎり何日ほっといてもね、カビも生えなきゃ。おかしいですよね。虫も食わないってことだから。パンだってね、どんどん小さく、弁当だってなんかさ、底上げてから、ご飯こんだけなんかとかね。もうさ、ちょっとね。で、もう一つの話は、やっぱね、虫がいなくなってるんですよね。全然いないんですよね。去年の秋もね、トンボをね、2、3匹見ただけなんですよね。長女もいないし、いろんな虫がもうね、いっぱいいたんだけど、今全然いないんですよね。で、海に行けばさ、海藻がね、生えてない。磯焼けとか言ってね。鳥も全然飛んでないですね。スズメなんか昔はいっぱいいたのにね、去年なんかよ、全然見なかったんじゃないかな、スズメなんか。だからその自然がね、もう壊れてしまっちゃってるんですよね。今なら間に合うんじゃなくて、もう間に合わない段階に来てるんですよね。峠を越えちゃった。ですね。それで、何が一番問題なのかっていうと、もう、その人間の意識がね、感覚がおかしくなってるんですよね。それに気づかないわけだから。もう人間壊れちゃったんですよね。だって、注射をね、5回打ったとかなんかあるじゃない、打つとか。普通常識でわかるじゃないですか。ワクチンっていうのは1回で効くからワクチンっていうね、5回打つ必要なんかあるわけないじゃないですか。モルモットでね、たくさん打てばね、全部死んじゃったとか言うんだから。それに、あれからね、噂では打ったら半年後ぐらいから人がね、どん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 悪くなるとか言ってたけど、やっぱ最近悪いですよね。打ってから1年後ぐらいが過ぎたら、なんかどんどん人が悪くなってますよね。今日のなんかヤフーニュースでもマラソン中心臓発作で亡くなる人が増えたとか、そりゃそうですよね。要するに走ってる間血流が盛んだから、変なところにね、血栓ができたりするともうダメですよね。それに免疫力下がってね、がん細胞がね、70歳超えてもね、急激にね、がんが発達してから、あっという間にステージ4になっちゃうとか言ってね、もう施しようがない、そういう人が増えてるって。でもう一つは、老人のボケがね、すごく早くなってますよね。いろんな人がね、意外とね、なんかすぐボケてきたとかね、あれから、チクチク打ったら、
なんかね、ボケが激しくなったとか言ってね、だから、なんか全体的な生命力っていうのが、おかしくなってるんですよね。それから mRNA を打ったら、打たれた人っていうのは、製薬会社の所有物になるってね、まあ、半年ぐらい前から言われてたわけです。人間がさ、製薬会社の所有物になるんですよね。おかしな話ですよね。だから全てが狂ってるんですよね。はい、終わります。ありがとうございました。皆さん、明るく元気にいきましょう。ジョスタさんがなんか3月、2月20日にどうのこうのってまた外れましたけど、もう何十回も外れてますよね。緊急放送どうのこうの。だけど、ちょっとずつ進んでるんですよね。不思議なことです。ありがとうございました。